諸村労働党中央委員会第7期第17回政治局拡大会議と諸村労働党中央委員会第7期第5回政務局会議が8月25日党中央委員会本部で行われました。諸村労働党委員長で諸村民主主義人民共和国国務委員会委員長、諸村民主主義人民共和国武力最高司令官である金正恩同志が会議に参加しました。会議には諸村労働党中央委員会政務局メンバーをはじめ政治局委員候補が参加しました。党中央委員会の各部署の責任者とその他関係部門の人たちがオブザーバーとして参加しました。金正恩委員長は諸村労働党中央委員会第7期第17回政治局拡大会議を運営し実行しました。会議ではパンデミックの保健医療の危機状況に対応した国家市場貿易体制を点検し、貿易のさらなる改善のための諸問題が深く議論されました。会議では悪性伝染病の流入を遮るための国家的な市場貿易での一連の欠点が厳しく評価され、危機を克服するための対策が研究されました。会議では強度のある貿易措置の実施についての党中央の思想を各党、社会安全、貿易機関の人たちに改めて深く身につけさせ、完璧な貿易形成を徹底的に維持することが強調されました。金正恩委員長は国家市場貿易体制に現れている一部の弱点について資料を挙げて通報し、貿易体制を引き続き補完し維持して一連の欠点を抜本からなくすための積極的な対策を全党全社会を挙げて強く講じることについて述べました。党中央委員会政治局は議案についての党の決定を採択しました。会議では8月26日から27日の間にファンヘ南道とピョンアン南道、ピョンアン北道をはじめ共和国の全般的地域が強い台風の影響を受けることが予想されるので、台風の被害防止関連の国家的な市場対策を徹底させることが集中的に議論されました。金正恩委員長は台風による人命被害を徹底的になくし、農作物の被害を最小化するのは人民の運命に責任持つ諸村労働党にとって片時もおろそかにできない重大なことで、一年の農作を立派に締めくくるか否かを決める重要なことだとし、各党組織と人民政権機関、社会安全機関の課題を示しました。金正恩委員長は幹部と党員と勤労者の間で台風の被害防止の重要さと対応の方法を正しく認識させるための宣伝キャンペーンを集中的に張り、人民経済の各部門で台風の被害を前もって防げる即時の対策を講じることを強調しました。会議では金正恩委員長の教えを徹底的に実行するための党中央委員会の指示を作成し可達することにしました。党中央委員会政治局拡大会議に次いで政務局会議が開かれました。会議では諸村労働党第8回大会を招集するとの党中央委員会第7期第6回総会の決定を実行するための実務上の問題を研究し協議しました。会議では諸村労働党第8回大会の成功のための準備委員会を設け、活動システムと文化グループの活動分担を確定しました。党中央委員会政務局は全会一致で当該の決定を採択しました。偉大な金正日総書記が革命武力に対する指導を始めてから60年になることを受け、マンステの丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像を訪れ、活動家と人民軍軍人勤労者が心からの敬意を表しました。主席と総書記の銅像に党政権武力機関、大衆団体、各省中央機関、諸村人民軍と社会安全軍の各部隊、平壌市内の各機関、工場、企業、大学などの名義で献花されました。一同主席と総書記の銅像に深々と辞儀をしました。
平壌の各所にある主席と総書記の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と総書記を描いたモザイク画に、朝鮮人民軍と社会安全軍の各部隊、各機関、企業などの名義で献花されました。各地の活動家と人民軍軍人勤労者も地元にある主席と総書記の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と総書記を描いたモザイク画に崇高な敬意を表しました。平壌トウモロコシ加工工場でトウモロコシのうどんとおこし、お茶などおよそ20種40点余りの新製品を生産しています。工場の創業以来この5年間数十件の主な技術革新案を実現して品質を改善しました。平壌トウモロコシ加工工場は不正室の偉人たちの人民愛によって建てられました。偉大なキム・イルソン主席は早くからトウモロコシで各種食品を作って人民に供給するようにしました。そして偉大なキム・ジョンイル総書記は平壌市に近代的なトウモロコシ加工工場を建てる課題を示し、その方向づけをしました。敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長は平壌トウモロコシ加工工場の建設と運営での懸案を解決し、1904年2015年8月末新築された工場を訪れて生産をハイレベルで正常化することについて強調しました。ハムギョン南道プクチョン郡のチョンボン果樹栽培農場でここ数年の間に数百ヘクタールの果樹園を造成し、毎年果物の生産を増やしています。主に穀物を植えていた農場が果樹栽培農場となり、地帯整理、果樹の穴掘り、ヘクタールあたり100トン以上の有機肥料の生産と運搬などを同時に推し進め、毎年数十ヘクタールの果樹園を造成しました。農場では穀物の農作とともに昨年まで計画された数百ヘクタールの果樹園の造成を得る成果を収めました。共和国の水害支給地域で非常防疫体制が一層固められています。水害復旧支給部では被災地で悪性ウイルスの流入を遮断するための防疫措置を綿密に講じています。多くの人が水害復旧に動員される現状に合わせて被災地に防疫ポストが増強配置され、流動の人員や車などの消毒が徹底的に行われています。また宿舎と食堂、臨時隔離場所が防疫学の要求通りに築かれ、寝具類と住居類の消毒と管理が正常化されています。医療従事者たちは被害復旧に動員された人たちへの検診を着実に行い、作業道具などの消毒を徹底的に行う一方、水を必ず沸かして飲むようにしています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はカーンソニーオイオン室でした。こちらは諸村の声放送です。人間の本質的特徴である意識性についてお話しします。偉大なキム・イルソン・キム・ジョンイル主義が明らかにした人間の本質的特徴で、意識性は重要な内容を成しています。意識性は世界と自分自身を把握し改造する全ての活動を決める社会的人間の特性です。意識性を持つことにより、人間は世界が何によって形成され、いかなる合法則性によって変化発展するかを認識し、また世界を自分の要求と利害関係に合わせて改造していきます。運命開拓のための人間の活動は動物の行動とは根本的に違います。動物の行動が本能により決まるなら、人間の活動は意識性によって決まります。もちろん人間も生物有機体であるだけに、人間の活動には本能から始まるものもあります。例えば食べたいとか寝たいとかというのは生物学的本能の要求です。しかしこれは運命開拓のための人間の活動を決めることはできません。世界と自分自身を把握し改造するための人間の活動はあくまで意識性によって決まります。人間は意識性を持っているので、周りの世界の事柄の性質とそれがいかなる条件の下でいかに変化し発展するかがわかります。またある事柄に関わるとき、それが自分に有用なのか否か、いかに有用なものにするかを考えます。意識性により人間は何事につけ指導に立ち、
相違性と環境差を発揮するのです。人間の本質的特徴である意識性についてお話ししました。母親の思い出。我が子にもっと良いものをたくさんあげようというのが母親の気持ちで、このためには全てを捧げるのが母親なのです。国中の母親皆の思いそのままに、敬愛する最高指導者金正恩委員長は子どもたちのために恩情の管理を尽くしています。祖孫の子どもたちが大好きなミンドーレブランドのノートを生産する工場。1905年2016年4月18日、金正恩委員長がこのミンドーレノート工場を訪れました。金正恩委員長は全ての生産工程がオートメタ、ライン化された工場の生産能力がとても大きいと言って喜びました。そして我が子にノートを綴ってあげる母親の思いで、良質のノートをもっとたくさん生産して子どもたちと生徒学生に供給しようと言いました。国中の育人と愛育員、初等学院と中等学院の子どもたちと老人ホームの年寄りたちに供給する魚を取っている祖孫人民軍1月8日水産事業所。1905年2016年11月16日、この事業所を訪れた金正恩委員長は、貯蔵庫ごと魚がいっぱい積まれているのを見るととても気分がよく、疲れもすっかり癒されるようだ、この水産事業所を創設した甲斐があると言って喜びました。この日、金正恩委員長は事業所の人皆が子どもたちの親、年寄りたちの息子、娘になった思いで、自分の心と国中の母親たちの心を込めて魚をもっとたくさん取って送ろうと言いました。祖孫の子どもは誰もがトナムブランドのランドセルを背負って学校へ行き来します。このランドセルを生産する平壌カバン工場を金正恩委員長が訪ねたのは、1906年2017年1月4日のことでした。金正恩委員長はランドセルの色合いと模様、大きさはもとより飾り付けと紐に至るまで関心を持ち、生徒学生用のランドセル一つを作っても我が子のものを作る思いで、国中の母親の思いを込めて立派なものに作るべきだと念を押し、こう続けました。昔から一人の子を育てるのに5万工数の手間がかかると言いました。ところが我々には数百万人の子がいます。これは祖孫労働党が子に恵まれているということです。私は子供たちを育てるのにどんなに手数がかかっても、それを苦労でなく幸福に思っています。まさに金正恩委員長にとって子供たちのための苦労は一番の喜びでした。母親の思い出。